ぐさしばんほえチャンネルができました。ありがとうございます。ぐさしです。クリスショーです、このチャンネルは私の地元の山梨県のばんほえ高校を応援することをメインテーマとしつつ、福井さんのようにばんほえ応援し始めて2年目ですね、これまであまりサッカーが馴染みがなかった方にもですね、ばんほえ高校の応援を通じてサッカーが面白いなと思ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画ですが、前回ですね、はい、27節までの振り返りをしたくて、28節のビデオなくて29節の振り返りということでなります。というものもですね、28節が延期になっておりまして、前回の動画でもちょっと喋りましたけども、全国的にやはりまたコロナがですね、流行っておりまして、それはしっかり J リーグというか、まあ、しっかりバンフォーレにも影響を及ぼしていた関係で、一応ね、キーパーを含めて13人エントリーできないと試合ができないっていうあるのかな。で、それを満たさなかったので、千葉戦が延期になってます。8月の17日の水曜日の夜に、まあ、そこで他の日程を紹介したチームに試合数を作った形になるかなと思いますので、まあ、1節飛んで29節、の振り返りで、アウェーのザスパ草津群馬戦を振り返っていきたいと思います。はい、ということで早速、グイさん、はい、結果発表お願いします。はい、今回の結果は1対1のドロー。グイさんの1対1のドローっていうのを今年はよく聞きます。まあ前半先制許しセットプレーからです。で、後半終盤に途中出場の三平、これで追いついたという流れではありました。で、これはそのさっき言ったコロナの関係で、3日間先週末ですね、活動停止かもう減ってですね、で少しずつメンバーが戻ってきたりということで、臨んで、まあ、なかなかフルコンディションの選手も、フルコンディションではない選手もいたし、まあ、本職ではないポジションをでプレーした感じで、選手も、あ、でも長谷川選手とかで、いつもは左シャドウの方が入ってるところがボランチでスタートしたりとか、あと試合の流れの交代とかで岩名がディフェンスに入ったりとか、純真くんが右のウィングバック入ったりとかっていうところで、まあ、おのおの今できるポジションでしっかり戦っていった90分間だったので、まあ1対1スコアですけども、結果以上にバタバタ申したし、ただ一人一人選手がすごい頑張ったかなっていう試合ではあったかと思います。ちょっと流れ見ていくと、1点シーンですね、セットプレー、まあ、よくあるコーナーキック、まあ、放り込んでくる感じではなかったじゃないですか。そうですね。繋いで。で、まあ、試合通して見る感じ、群馬、こう、セットプレー中心に、ああいうなんかこう、変わったことっていうか、デザインされたものを用意してきてるんだなっていうのは、見ていて、印象的で。で、特に、やっぱ練習から興奮もさ、メンバー揃ってないから、なかなかこう、実践形式のものって難しい一週間だったと思うんで、一応コーナーキックとかもゾーンディフェンスってこう、一人一人エリアで守っていくディフェンスをしているけども、やっぱりこう、どっか確認しきれてない部分というか、で、連携の部分とか、守備位置の。っていうので、そう、好みをついてくるような感じのプレーで失点してしまったかなっていうところであったんですが、まあ、なかなか難しかったなっていうところであります。で、一応、スタッツ出てますけど、まあ、4チームで特にシュート多かったわけではなく、群馬だったら2本、ここも3本ぐらいっていう感じで、前半は、チャンスシーン、ゴールシーン以外、そんなにどのチームともこう、これは入ったみたいな形っていうのは少なかったような展開でした。まあ、僕見に行ったんですけど、群馬戦、ハーフタイムにさ、花火上がったんですよ。その花火の決め出すと、ピッチに後半入ってきて、あれ見たことあります、プレミアリーグ、海外サッカーリーグ。なんか、あれはなんか、あ、そう、発煙筒。発煙筒みたいな。発煙筒タイタン化っていうぐらいだから。そう、俺、大試合。なんかさ、ダゾーンで見てたらさ、あ、なんかすごい霧だな、みたいなイメージがあったんですけど、違うんですね。メインスタンドの裏にある川で花火が上がって、風流れてきて、そう、海外サッカーさながらの煙たさ、変わったこともありつつ、で、後半ですね、まあ、なかなか終盤まで手が動かなかったんですけども、まあ、メンバーこう交代して、やりくりして、やりくりしてっていうところで、三平が、そのタイミングでは、左のウィングバックのポジションから、左のストッパーですね、いつも、ノリックとか、はいはい、あとは、ヤマト君とかがやってるところに下がった、今の、こう、高い、浅い位置からクロスに、ディフェンスとディフェンスの間で、三平が、頼りのベテランが、途中出場で、同点ゴールを叩き込んでいくと。やっぱあれですか、三平のゴールのポイントといえば、やっぱり新しい髪型によるものだと思いますね。明らかに。いや、そうですか。シュートして、ゴールして、よく近くで見るとね、もう想像以上にできんだろうな、倍ぐらい、顔の倍ぐらいあった。ほわほわしてる。あれがね、あれがなかった、あれがあったからね、最後届いた、ね、届いたんじゃないかなというところで。
あとやっぱり三平ジャンプすごい高いっていう、っていうのがすごい感じたなっていう。確かに。多分真面目な理由としてはそこだと思う。あとコースのね、キーマン届かない右上のコースで絶妙だったかなと思います。ちなみにあの前半クエのキックマス覚えてますか、あれもなんですよ。一回コーナーキックでさ、取り消しされて、ああそうだね。で直後三平がしっかり正真正銘を叩き込んだ、そうだね、のが前半クエのクマ戦で一度勝ったやつなんですけども、あの時も岩野のクロスに三平だったんです。ああなのであの群馬キラーの二人、おおなるほどね、がしっかり同じ構図で岩野のクロスを三平が合わせるっていう形で群馬で同点ゴール決めたっていう感じ、でまあ三平もそうなんですけど、フェルナンデーバー尾身さん、はい、まあ、42歳ですけどもこの真夏フル出場してます。超人ですね。ああやばいよね。まあきっとこういろいろ大変なコーナー時期ですけども、まあ、若手が多いクラブではありますが、今、まあ、きっと三平とか尾身さんとかそういうベテラン勢がここぞってとかしっかり支えてくれてるとは思うので、やはり頼りになる奥方だったかなと。そうですね、思います。で、あとまあそっか1点取ってからはね、あのいつもより若さゆえというか、あの元気いっぱいになるので、ここはそうですね。直後これも3点抜け出しから飯島一君のチャンスがあったんですけども、群馬のねトマディフェンダーがめちゃくちゃいい対応してスライディングしちゃったら多分切り返されたりとかあったし、遅れていくと、まあ、どんどん抜かれていったっていうところをしっかりついてて、シュートコースも蹴っていってコーナーキックに逃れたっていうシーンがあって、まああれは3点のチャンスメイクと飯島君のゴールで向かせればよかったんですけども、群馬のディフェンスもいいなと思って、ディフェンスが畑尾選手なんですけど、昔甲府行った選手。あ、そうなんだ。さすがでしたね、あれは。でも畑尾選手ももう今ベテランで、群馬のねディフェンスで支えてますけど、しっかり甲府で活躍した選手が他のチームでやって、まあ決めさせてほしかったとだけ言いたい。まあそんなね、元甲府の選手の活躍も敵でしたけど見えたと、ゲームでした。はい、はい、まあ試合の最後、それ総括っていうところですと、まあ選手も監督も言ってました、試合の入り方がちょっと重かったっていう、まあこの試合に限らず今季の試合見てると、ちょっとさ失点してからギアが入るというか、で取ってから元気になるとか、っていうのは別にコロナコロナじゃなくてかもう関係なしに、そういう試合はこの試合だけじゃなかったとは思うんですので、そういうのを最初からスタートから、まあ吉田さんが言ってましたけど、スタートからすごくストップというかで戦っていく、特にあの今年のチームはベンチメンバーとか先発メンバーとの差っていうのはそんなに大きくはないと思うので、仮に飛ばしすぎて後半として変わったとしても、そんなに戦力落ちることはないチームだと思うので、まあ、前半が飛ばしていってしっかり自分たちで主導権握っていくってサッカーができれば、去年のあの水戸監督の下で終盤戦にあのドットの追い上げをしたあの勢いが多分実現できるんじゃないかなっていうところではあるので、残りの10延期してる試合の14試合をより上位に食い込んでいくためのポイントになってくるんじゃないかなっていうところであります。はい。試合があるだけでもありがたいと言っちゃなんですけどね。まあ、あの、他チームの話、J1 の話ですけど、川崎、川崎も、あの、コロナのあれが多くて、18年、11年先発と、ベンチ7人入れるんですよ。18名メンバー登録できるんですけど、15人しか揃えなくて、しかもベンチの5人のうち3人キーパーって。で、中ではやっぱ試合で2チーム。まあ、試合で、そのさっき言った13人そのメンバーのあれがあるので、それでもやっぱ試合するっていう、戦う姿勢っていうのは、やっぱ甲府だけじゃなく、コロナで苦しんではいますけど、各チームが取り組んだことなので、やっぱり、コロナ言い訳にせず。まあね、思うような、試合ではございました。はい。一個、あの、時事ニュースっていうか、ありまして、はい、新しい選手が入ってきてます。ああ。何でしたっけ？なんかね、ちょっと難しいような名前だと、なんだっけな。たまたまなんか、ブラジル人選手で多くないっていうか、馴染みないっていう。ああ。ケッチ。ああ、そうだ。選手が、加入してます。ちょっと今、怪我、もうすぐ怪我開けるのかな、リハビリ段階とかでそういう感じだった気がしますけど、まあ、ズリズリ入って、あの、身長そんな166センチとか、トラード選手ですけど、ウィングバックなので、菅井くんとか関口くんとか、の辺とか、あとまあ、シャドウを使うのかどうかわかんないですけど、選手が入ってきてます。去年鹿児島で行ったみたいですね。元気そうな選手が入ってきたので、後半戦というか終盤戦の一つ、武器になれる選手だと嬉しいなって思います。あとなんかニュースに出てるぐらいですけど、なんかフォワードが来るとか来ないとか、おー。っていう話が出てはいるので、まあそれも分かりしればどうかでね、話せればいいかなと思います。はい。はい、じゃあ最後順位表、はい、じゃあいきますが、甲府が引き分けて1個順位が上がって、まあ1試合勝負が少ないですけども、14、勝ち点35、6位プレーオフ圏内の6位熊本との勝ち点差が9だけど、まあ、まだ29試合、ここから28試合なので、まあ勝つと全
勝ったとして勝ちたロック差っていうのは変わってないということで、まだまだ6位以内は現実的だと思いますので、さっき言ったように、試合開始からね自分たちのサッカーが展開できるかどうかが6位に入るか入らないかを左右するかと思います。次節8月6日30節か、はい、ですね、最下位ですが、琉球をホームに迎えて8月最初のゲームだと思います。多分これがあれじゃないですかね、夏ユニフォームかな。おお、また次回の動画でね、消えたらいいなと思ってます。はい、UK 最下位ですけども、前半からは1-1で引き分けです、ね、しかも最後ギリギリ凪くんのゴールで落ちたって感じなので、まあ、下順位が下だからということで油断とかは全くないと思うので、しっかり勝ち切って順位を一つ上げて上げて、うん、暑い夏を乗り越えていけるゲームになればいいかなと思います。はい、っていう感じです。クリスさん、最後じゃまとめておしまいにしてください。はい、ここまで来ても健康に気を使ってほしいというかまあ試合もそうなんですけどね、9点差ですよ一応ね、まあ、今のところ、うん、だからまあ全然本当にまだ見える、9点差だったらやっぱりなんかちょっとこう頑張れるような気がする。あと皆さんの一声というか、それが人なんか後押しになるんじゃないかなと、思っておりますので、一緒に頑張って応援していきましょうです。一応今夏のさっきですね、移籍の話がありましたけど、夏のウィンドウ、移籍ができる時期やってます。なんか噂に言うと正式なオファーやら、まあ、そういうぜひオファーではないものも高校の選手に立ち入るのが続いているという話をちらほら聞いてはいますが、残ると決断した選手もいます。まあ、まずはね、今季まずまだまだシーズン続きますので、一緒に戦える選手たちと共に戦っていければいいかなと思います。ということで、こんな感じでこの動画締めたいと思います。いつも、動画をご覧いただいた方、あとチャンネル登録、コメント、グッドボタン押していただいた方、ありがとうございます。引き続き、バウンコックと一緒にこのチャンネルを応援していただければと思いますので、よろしくお願いします。皆様お体にお気をつけて、お互い、また次回の動画でお会いできればと思います。またねー。